はい、皆さんこんばんは。健康トレンドの石橋です。佐野川です。今回は、教えて石橋先生という新しい企画をやっていきたいと思います。まあ、かなりちょっと今回から深く深く掘っていく企画ということで、一つ題材をと決めて、その題材に対して、まあ、ちょっと僕の方でかなりこう話題をしっかり深く掘ったマニアック話っていうものをさせていただこうかなと考えておりますので、かなりヘビーかもしれませんけども、何卒お付き合いくださいますようお願いいたします。今回の教えて石橋先生はスーツの内閣について教えていただきます。あのスーツって実際いろいろと調べてもらうと、まあ、数々の歴史的な変遷っていうものがと遂げて今の形になっているんですよね。はい、で、まあ、その中でも実際ミリタリー、まあ、軍ですね、軍事の影響っていうものをかなり強く受けているのがスーツなんですよ。でそこっていうものを、まあ、時代のスーツの変遷っていうものの時代をこう追っかけていきながら、まあ、ところどころそのミリタリーの話っていうものも、加えてちょっとお話をしたいなと思っております。スーツとミリタリーの関係なんですけど、うん、はい、意外にもミリタリーが関係してるんですね。そうなんですよ。まあ、スーツっていうものをぐぐっと遡っていくとね、はい、まあ元々軍人さんが、まあ、意義を正す、まあ、ビシッとこう、まあ、身なりを整えて形を整えて、で、まあ、作法にかなった立ち振る舞いをするっていうことに、まあ、行き着くんですよね。はい、で、まあ、有名な話なんですけど、まあ、背広ってスーツのこと言うじゃないですか、おっちゃんとかね。はい、であれって通説では、はい、要はイギリスのロンドンにあるあのサビルローストリートっていうね、まあ、要はこうテイラーがいっぱい集まってる道があるんですよ。はい、僕過去イギリスって行ったことあるんですけど、でそこのサビルローっていう言葉が転じて背広になったっていう説が、まあ基本的にねネット調べてもらったりいろんな本読んでもらってもまあ通説なんですよ。うん、それがまあ一般的に言われてることなんですけど、サビルロー、サビルロー、セビロー、セビロー、そう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 、そういうこと、そういうこと。でもね、一方でね、ちょっと別の説っていうのもやっぱりいくつかあって、はい、その中の一つに、はい、そのシビルクローズっていう英語、まあ、要はその意味としてはあの民生用の服っていう意味になるんですけど、民生用の服、はい、あの、まあ、そういうことはシビルクローズからセビローに転じていったっていう説も、もともとはシビルクローズの方がっていうのもあるんですね。で、なんで民生用の服っていうかっていうと、結局それって、まあ、戦争終わってイギリス軍がこう、まあ、駐留英軍、駐日英軍っていう感じで日本に、まあ、駐在していて、でそのあのイギリス軍とかが服をこう民間に売るときに、まあ、これは民間用の服なんだよって言って売ってたのが、まあ、どんどんこうそういうふうに認識されて移っていったみたいな説もあるらしくて、っていうことは要は民間用と軍事用っていうのがそもそも明確に分かれてきた、からこそ民間用なんだよって説明があったっていう風な、まあ、考察もされてるんですよ。はい、で、まあ、そこのね、その民間軍事みたいなその軍っていうものと、まあ、紳士医療品っていうものの結びつきっていうところについてちょっと掘り下げて、ね、話させてもらいたいんですけど、はい、結構有名なブランドギブス&ホークスっていう、まあ、イギリスの、まあ、老舗のテーラー、はい、まあ、スーツ屋さんがあるんですよ。はい、でそれってあのそのさっき言ったサビルローストリートっていうその仕立て屋が集まってるところの、まあ、一丁目に店を構えている、まあ、かなりの老舗なんですね。でそこにねネルソン提督って名前聞いたことあるか、ネルソン提督あるよな、ないよな、まあ、イギリス海軍の提督なんですけど、はい、ネルソン提督の時代の海軍将校の服をこう特注でオーダーを受けてたりとかしたっていうことを、まあ、いまだにこう一つプライドとして大々的に歌ってるテーラーなんですね。はいはい、でサビルローストリートのテーラー自体もいろいろなところ全部がそういうイギリスの陸海空それぞれの軍隊の将校から特注の服を受け負って、それでどんどん技術を伸ばしていってた。で日本でもその老舗って呼ばれるような多くの衣料品店っていうのはもともとそういう日本、まあその当時は帝国陸軍とか帝国海軍とか言われた日本の軍隊からのオーダーを受けて服を作ったり靴を作ったりしていたから、そこで技術を成熟させていったっていうのが未だにあります。はい、で、まあ、スーツがねあのフォーマルっていうことになり得るっていうのは、今言ったその軍服っていうものがルーツで技術を伸ばしていくんで、規律正しくあるための服っていうね性質をもともとルーツに持ってるからこそ、まあ、スーツっていうものがフォーマルになり得るっていう話なんですよ。はい、軍服とフォーマルの関係性というか、どうしても軍服って日本でいうと戦に行くみたいな、うん、戦うユニフォームっていうやつがありますけど、うんうん、フォーマルとどうつながる、うん、あなるほどね、あるんですかね。基
基本的にですね、はい、今近代、まあ、この辺の今までの時代に至るまでって、はい、軍人さんってイコール偉い人なんですよ、うん、高官なんですよ、ね、だから身分が高いわけですよ。だからそういう立場の人ってやっぱり昔は宮廷王宮に行ったりとかね、だからそういうこう政治の中枢に出入りをするわけですよ。だからその時には当然、はい、服自体にやっぱり礼儀とか作法とか格式みたいなものがやっぱり意味を伸ばせないといけなくて、そのためにやっぱり、はい、あの制服になってくる軍服っていうものにやっぱり格だったりルールだったりドレスコードみたいなものが求められちゃう、はい、そういったところから軍服っていうものとスーツの持つそのフォーマルっていうのが関連付けられてくるんですね。では、はい、スーツの原型が出来上がるまで、うん、ちょっと詳しくいきたいなと思うんですけれども、ね、なるほど、ちょっと深く掘っていきましょうか。はい、スーツの原型が出来上がるまで、まあ、ざっくり言っちゃうとですよ、スーツの原型って始まるのが大体ね、17世紀の真ん中ら辺から末ぐらいのフランスなんだと思うんですよ。フランス始まり、はい、でそこからスーツそのものの基本形ができていくっていう流れがまた別にあるんですけど、それが、まあ、19世紀の真ん中ら辺の今度はイギリス、だから国と時代がどんどん変化するんですよね。はい、でぐっとこう遡っていく中でどこまで遡るかっていうと、まあ、遡りすぎやろみたいな気もするんですけど、古代ローマぐらいまで遡るんですけど、遡りますね。そこら辺から話してもらいましょうか。はい、お願いします。古代ローマとかね、ギリシャとかの服って想像してもらうとですよ、なんかこう布ビャー巻きつけてるとか、あ、なんかこうスポンってこう袋状のものを着ているとか、なんかそんな感じの、あ、そう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 、あんな感じのイメージじゃないですか。はい、で、まあ元々そのヨーロッパの服装ってそんな感じの、要は関東衣って、袋の首のところと袖のところやって切ったところを被ったみたいな感じの服が始まりなんですよ。はい、で、そっからとりあえずこうワンピースですよね、作りとしては。あ、そうですね、形としてね、女性でもワンピースじゃないですか。はい、で、そのワンピースっていうものの状態が結構ねずーっと続くんですよ。けど一方でね、その見えたらヨーロッパってこう大陸はこの辺でしょ、はい、この辺にあって、でこっちアジアじゃないか、中国とかの辺にあるんですけど、はい、こっちの見えたらこう中東とかアラブとかこうアジアのこの辺のところって言うたら、この時代のヨーロッパからするとまあ野蛮人みたいなのが扱いされたわけです。蛮族って言われてたりとかして、まあ、言われてたんですけど、実はこっちの方がその要はベストだったりとか、はい、上下別々の服だったりっていうものがもともと発達してたらしい。言ったらね、アラジンってベスト着てるでしょ。アラジン着てますね。あ、本当だ。インドとかってそういう文化なんですよ。あ、そこのアラビア半島系のものがだんだんヨーロッパにこう輸入されていって、長い実はあるんですけど、はい、またそういうものがどんどん取り入れられるんですけど、実際はずっとそれって、まあ、庶民の実用的なそのまあ作業着みたいな感じの扱いにずっととどまってて、なかなかこう偉い人が着るものにはならなかったんですよね。まあ、昔の絵、とかの中やったら王様ほどゆるっとした服着てたりするっていうんですけど、でそこの、まあ、古代っていうところから、はい、要は中世にかけて、まあ、服ってどんどん変化をしていくんですね。じゃあその古代から中世の衣服の変化っていうのがね、まあ、ピンポイントなことなんですけど、はい、まあ、ワンピースって言ったじゃないですか、はい、それって一応、まあ、女性やったら分かると思うんですけど、チュニックって呼ばれるものなんですよ。チュニックって言うでしょ。チュニックって言います、このワンピースみたいな、うん、でそれって要は男も着てて、要は、まあ、スカート状に全身コスポって覆う服やったんですけど、はい、それってやっぱり時代とともに、ね、だんだん短くなってくるんですよ。まあ、いろいろ理由はあるんですけど、で特にその理由っていうのの一番大きいのが、まあ、さっき言ってた軍事ミリタリーって結構関係してきて、はい、騎士いるでしょ。騎士、ナイト騎士、なんか鎧着てこう槍持ってるみたいなやついるじゃないですか、うん、はい、あれの鎧の変化っていうところに結構ガッツリ影響を受けるんですよね。もともと鎧ってその鎖帷子って言ってこうチェーンがブワーってこう連なってるジャラジャラしたやつをみんな着てたのが、はい、まあ、武器の変化とかそのによってフルプレートって言って、まあ、全身こうみんながイメージするあの甲冑の感じになってくるんですよ。はい、あの甲冑になってくると長いの着るとやっぱり邪魔なんですよね。邪魔ですね。だからそこを着れるようにするために丈ってどんどん短くなっていって、逆に下半身にはタイツ履くっていう時代になっていくんですよね。見たことあります。なんかイメージあるじゃないですか。そうやって言うたら昔のこう教科書とかっていう日本の室町時代とかね、戦国時代とかにやってきた、はい、南蛮人とか言われたああいう時のこう写真みたいなイメージなんですけど、まあ、そういうその短くなってきて、はい、その男の人の医療っていうものがもうワンピースのスタイルから外れていって、一応まあ下にタイツ履くみたいな感じになるんですよ。
はい、けどまだやっぱり現代のスーツの形式の原型っていうところにはなってないですね。なってないですね。なってないですよ、はい、じゃあ、うん、スーツの原型はどこでどう変化がこう生まれてるんですか。なるじゃないですか、はい、それがさっき言ったようなフランスになるんですよ。フランスブルボン王朝最大の王様ルイ14世ですよ。なんかもうなんかルイ14世って響きだけは聞いたことある人いると思うんですけど、その人がね、実は服でもすごく大きな功績を残していて、はい、まあ、さっき言ったその中東ペルシャとかからこうやってきたベストですね、はい、っていうものを取り入れるのよ、ルイ14世が。でその下にはドレスシャツ、今のドレスシャツの原型なるシャツを着たりして、はい、ちょっと近づいてきますね。そうで、かつそれをその自分が着たりしただけじゃなくて、自分のところの軍隊の制服としてこう採用するわけよ。ベストとシャツ、そうそうそう、ベストのシャツとか上下別々に合わさってんだけど、はい、上下とも同じ生地っていう発想とかを取り入れて、はいはい、それを制服に制定して、かつそれを自分のまあ言ったら宮殿、はい、言ったらベルサイユ宮殿のね、ベルバラとか、ベル、うん、あの宮殿の制服としてもさらにこうドレスコードとして採用していくっていう流れがあります。はい、徐々にちょっとスーツに近づいてきますね。そうここでもだからシャツ、総衣の上下、ベストっていう原型がここで確立されるんですね。でさらにね、その後の、まあ、18世紀のフランス革命ってあるんですけど、はい、まあ、そこで、まあ、要は労働者階級って言われる、まあ、当時からすれば貴族とただただ働かされてたやつら、はい、まあ、ここの人たちが、まあ、こう革命を起こしてね、権利を獲得するわけですよ、はい、だからこの人たちからすれば貴族嫌なんで、まあ、こいつらの文化を否定したいわけですよね。貴族がその当時履いていた半ズボンっていうのがもうなしで、俺らが履いてる長ズボンが正当じゃんみたいなことを言い出して、でそれが主流になって、で言ったら長ズボンの上下揃いの生地のものでベストを着てシャツを着てみたいなものがドレスコードに乗っていくっていう流れが出来上がることで、今のスーツの原型ができるわけですね、はい、なるほど。これでスーツの原型っていうものが出来上がるわけですね。そういうことです。はい、皆さんこんばんは。テントトレンドの石橋です。この中で